青春18キロで一日も残ってるし、それから群馬からの帰りもね、ずっと車窓に桜が満開になってるのが見えました。ここ東京都北区台東区には桜の名所がいっぱいあります。世界的、いや世界的だよこれ、いや世界的に有名かもしれないが、まあ、とりあえず全国的に有名なところであるのは間違いありません。なんかね、赤羽を通過する電車がさっきから多いんですよね。これは多分10両編成の231系かなんかだと思うんですけど、ホーム上にお客さんがいっぱい詰めかけているのにちょっとかわいそうです。今日は日曜なんですけど、一応日曜でも夕方は混むということで、上野まで回送が設定されてるんですね。途中の駅をこのように飛ばすことで早く持っていくことができます。また上野駅での方向転換作業が必要ありません。まあ、そういう話はしなくていいか。ここが王子駅で、目の前にあるのが飛鳥山公園です。これいつもね、こんなものはやってないわけですね。何もない、まあ、ただの真っ暗なんですが、今日はこの公園の中、まあ、これ外側のよりもね、中の方が桜いっぱい咲いてますんで、中側のあたりは多分ライトアップもしているだろうし、まあ、それからぼんぼりも灯してくれてるみたいな、まあ、桜のお祭りの真っ最中で、ね、こんな古いのまだ残ってるか。絵的には王子駅の中央口から行った方がよく見えるんですけど、飛鳥山に近いな、南口です。なんだ、飛鳥山もう人がいなくなったか。あ、そうか、これか、無人になったか、王子駅。毎年春の時期になるとね、お花見に行こうと思うんですけど、まあ、結局行かないで桜の時期は終わるんですよね。秋になればもみじ狩りに行こうと思うんですが、行かない。あら、ちょっとあれですね、これ足元を見てください。これちょっとしなびた桜の葉っぱがもうこんなにいっぱい。あら、東京はもう散ってるわ。まあ、まだ散り始めって感じかな。この間東京ではね、花冷えしましたんで、それもうしばらく持つだろうとか勝手に思ったんですけど、そんな長くは持たなかったですね。最近ね、こう暖かくなるのが早いもんですから、入学式の時期になると桜は咲きません。私が入学したのは2004年ですけどね、2004年、平成15年かな。あの時はね、よく咲いてたんですよね、入学式満開でしたよ。小学校の時です。暑いわ、もう真冬の格好してますからね。毎年ね、もう6月ぐらいになるまで冬の格好して、いやそれですよ、5月ぐらいまで冬の格好してますね。こんなん見てもただぼんぼりがついてるってだけだよな。花もう散っちゃってるね。飛鳥山の花が散ってて上野公園の桜が散ってないとはどうも思いがたいけど、この花はまたちょっと品種が違うみたいでね、これから満開を迎えるようですが、あー綺麗だ、こう部分的に見ては綺麗なんですね。あーでもここはいいな、ここはソメイヨシノが普通に満開かちょっと散り始めたかぐらい、拡大して見てみれば分かりますけどね。うん、これはなかなか良さそうですよ。確かにこの辺りには随分人が多く詰めかけているように見えます。飛鳥山公園について私もそんなには知らないんですが、ずいぶん江戸時代くらいからここはもう桜の名所として街の人がお花見に来るような場所だったようです。でも思ったよりライトアップはそんなにやってなかったですね。ちょっとぼんぼり釣ってるぐらいか、まあ夜桜ってのはこういうもんだと思うんですけど、まあ、これで照らすとね、ちょっとこういうのがあるわけですけど、見応えも幾分か増すんじゃないですか。まあ、綺麗だね。改めてまじまじと見ると綺麗です。まあ、そこに飛鳥山公園のブランド力が合わさって、そっちの方が大きいかもしれないけどね、飛鳥山で桜を見るというのが、まあ、なんかこうおつな感じがするわけですよね。なんかここに来てね、花より団子やってる人をバカにするような一言二言言ってやろうと思ったんですけど、皆さん結構こう携帯電話とか持って写真あちこち撮って回ったりとかね、花も団子もお楽しみのようで、これはちょっと失礼しましたね。よくないですよ。自分が高尚な風流な人間だと勝手に思い込んでいたけれど、まあ、日本人は誰しもこういうものを見ると喜ぶようです。まあ多分外国人も喜ぶと思います。わざわざご座敷でその上にね、ビールとか置いてそれでワイワイ大騒ぎしなくてもいいかなと思いますけど、まあそれは私がしなくてもいいかなと思うだけでして、だから十分やっぱりお花見ってのは楽しいもんだと改めて思い出しました。あそこに無料のモノレールがあるから、あれ乗って降りるか、まあ自力で降りても大したことはないんですが、これもモノレールで確かなんかのあれですごい特徴があるような方式だったと思いますが、運賃はかかりません。
大学生の新入生歓迎会だと思いますからね、大騒ぎしてるからな、バカだよな後ろにいるからね、あんなことやって、ああいう風なことを楽しいと思う人間に生まれなくてよかったけど、まああの人たちも楽しいと思うからそれはそれでよかったんですけど、ここはね、飛鳥山の、まあ、端っこのところです。ここで山が切れてるように見えるわけですが、まあ、この間の山をね、こう切り抜いて切り通しにして、そこに路面電車とかも通ってるわけでして、これ都電も通ってるんですよ、東京唯一のね、路面電車。この向こうにもまた引き続き山がずっと続きます。まあ、この辺りの、ね、台地を何台地っていうのか知らないですけど、上野公園も山なわけですが、ずっと東北本線の、ね、西側を山みたいなものがずっと連なって山脈になってるわけですけど、まあ、ここの上のところに飛鳥山もあるというわけです。この王子駅のです、ね、反対側行ったところに北トピアという無料の展望台がありまして、その展望台から飛鳥山を見下ろすのもまた楽しいお花見のやり方の一つですが、まあ暗いので、ね、今日はやめておいた方がいいでしょう。トイレにね、氷がいっぱい捨ててあってびっくりしましたけど、多分お花見で余った氷を捨ててったんでしょうね、トイレにね。流しのところもすごいね、あれだね、氷だらけですよ。でもちょっと綺麗だったから、それそれで良かったからね。お花見の時期って感じがしまして、今夜の7時半、まだ大丈夫ですね。夕飯はここです。ここはね、美味しいから行った方がいいですよ。上野駅、6番線と7番線の間、上野駅公園改札です。上野公園がこのすぐ真向かいにあります。ここからも上野公園だと思っていいでしょう。どの辺が上野恩賜公園の敷地になるのか、まあ分からないんですけど、道をやったら渡ったらその真向かいだというふうに考えるのが、まあ順当です。反対側に人がいっぱい歩いてますが、あれは花見帰りという感じではないな。そんなに綺麗な格好をしてお花見はしないでしょう。この辺歩いてるとよくね、国鉄の動力者労働組合、まあ、つまり国鉄の労働組合です、道路ですけれど、の道路の人がね、国鉄 の解雇、まあ、国鉄が JR に分割民営化するときに人を合理化によってたくさん解雇したわけですね。で、結構な人数が再就職先といってね、まあ、いろんなところの売店とかに就職したりとか、まあ、いろいろこう国鉄を追われて別のところに就職することになったわけですが、その、大量解雇は良くないことである、これは保証するべきである、違法だと言ってですね、その署名活動、もう国鉄化分割民営化されて今年で32年目になるわけですけど、まだやっております。ただまあその分割民営化に際して解雇したことにね、JR の方にはもう新会社ですから、国鉄職員を採用する義務はないということでいっぱい解雇されたわけですが、その解雇することがいいか悪いかというのはまあ別として、別に32年とか経ってもですね、まあ悪いことだと思うなら悪いというふうに相手方に対して言い続けるのは、まあまあそれもそれ別にそんなひどいことじゃないのかなと思います。もっともまあそれがね、実際に合理的に認められうるものだったのか認められなかったのかちょっとよくわかりませんけど、私の卒業した高校はあそこにあるわけですけど、まあ、上野公園もですね、在学中に多分、まあ、15回ぐらいは来たと思いますが、まあ、そんなにこう桜の時期にお花見とかするかつ、まあ、しないわけですよね。上野動物園も在学中に2回ぐらい行ったかな。科学博物館はね、岩倉高校の学生である間はなんかタダだったので、国立科学博物館に、ね、よく行って、タダで5時まで閉まるまでね、ずっと見続けましたけど、それは面白かったけどね。でも上野公園がなんかこんなおしゃれになってるってのは全然知らなかったな。卒業直前にみんなで噴水のところで記念写真撮ったのを覚えてます。この上野垂れ幕にはね、まあ、皆さんに見えないと思うんですけど、お花見ルールを守り上野公園でお花見を楽しもうというふうに書いてあるんですが、まあ、花自体はそれを見る限りちゃんと咲いてるのかなという感じですけど、花見をしてる人はそんなには見当たらないですね。ちょうど葉桜という感じですが、風がそんなに吹かなかったのか、照明のおかげで少し多く見えるのか分かりませんが、花のボリュームは悪くないように見えます。あれが多分お花見のメインストリートだと思いますが、飛鳥山と比べても随分にぎわっています。まあ、こっちの方がね、やっぱりお花見で会社でこうみんなでぞろっとやってくる、みんなが幸せになるとも限らないお花見みたいなのをやるにはおそらく好都合な場所なのかなと思われますけどね。まあ、ともかく肌から見ている分にはにぎわっていて楽しそうに見えます。中で本当に楽しいと思いながらやってる人は全体の2割ぐらいなんじゃないかな。
楽しいのかな。でもまあまあまあ楽しそうに見えますけどね。まあ見えるなら楽しいのか。あの自分の価値観の物差しだけで全て測るということはよくありません。みんなが楽しいならね、それはほど望ましいことはないのです。飛鳥山と比較してもそんなに散ってませんのでね。でまたこの人の賑わいですよ、夜遅くまで。これ素晴らしいけど、もうちょっと明るくしてもいいよな。まあ人が来ても別に上野公園としてはそんなに得しないから、夜まで混雑させるよりはね、何か事件とかも起こりそうですし、まあそんなことするぐらいならちょっと暗くしとくぐらいがちょうどいいということか、それとも江戸時代から続く、もっと昔からあるか、あのね秀吉だってやっていたわけですが、まあ、夜桜見物というのはそれほど明かりを高校と焚くのはあまり粋ではないということでしょうか。私鉄道マニアの中では、まあ、あのものすごく嫌われるか、スター的に人気を誇るか、まあ、そうではない場合もあるわけですけれど、まあ、とにかくあの私のことを、ね、こう見るや否やもうあのスターかのようにしてあの飛び上がって喜ぶような人たちを見ることはまあ少なくないわけですけれど、そういう鉄道マニアの人も多く存在することは事実なんですが、あの、まあ、上野公園とそういう話は何の関係あるのかと思うかもしれませんけどね。こういうふうに綺麗なものを見ておりますと、あの周りにどういう人がいるかなんてものはだんだん気にならなくなってくるんですね。周りで確かに見てみればこんな風にこうみんなガヤガヤやってるんです、ワイワイガヤガヤするのかやってるんですけど、まあ、そういうのはあまりもうだんだんと目に入らなくなってきまして、昨日もね、大宮にある鉄道博物館、もうそれこそマニアというマニアが集まってくるようなところへ行ったわけですが、 2,3 回ぐらいしか話しかけられなかったですね、そういうところに行っても。まあ、それはつまりあの周りにあるあちこち魅力的な展示物にもう目を奪われて、そこにまあスーツ君がいるようなことは別にまあどうだっていいというか、まあ、気づかない、まあ、わけですよね。別に気づかなくていいんですよ、そこに素晴らしい展示物があるんだから。まあ、何が言いたいかというと、今大変ここの景色は素晴らしいので、周りに人がいっぱいいるとかいないとか、うるさいとか、酒を飲んでるとか、ゴミがあるとか、まあ、そういうことは特に気にならないというわけです。でも今年の桜は例年に比べればおそらくは遅い方だと思いますので、これは本当に良かったです。私も明日からね、あの大学の新学期がまた始まるわけですが、ちょうどその最後にね、あのちょっとじゃあ、なんていうのかな、最後にあの、まあ、春休みっぽいことをやろうと思って今日はこういうのをやってるわけですが、いやいいねこれね、あのもうちょっと無理かなというふうにも思いかけたんですが、そうでもなさそうです。周りを見るとね、よく見ればあのまっすぐ歩かないような人が家族見られるわけで、それはやっぱりね、こちら側から配慮してあげるしかありません。どうしたってこっちがあの配慮しなきゃ向こうはもう気をつけられない状態なんですから、その酔っ払っている人がこちらにぶつかってきたりすっ転んでいたりするのはその人の責任というよりはお酒のせいだと思います。だからまあお酒を飲んでいる人に対して私は何かね、あの多少あの失礼なこととか危ないことをされることがあってもそんなに悪くは思いません。この間も新幹線に乗っていたらね、後ろからあの酔っ払っている人がビールをこぼして私の座席の方までベタベタになったわけですが、まあ、あのそれは当然のことと思ってあの手伝ってあげて一緒に掃除してあげましたけど、でもね、あのその人たちのことは別に嫌いにはなりませんが、お酒のことはまたその点でまた一段と嫌いになったわけです。あんなものは飲まないに越したことはないんじゃないかと思いますが、まあ、好きな人もいるしね、それがあの楽しみというふうになっている人は多いと思いますので、それについても別に特に何も思いません。混んでいる観光地に、ね、当たりなどないというふうに私はつくづく思いながらも、まあ、しかしこと上野公園に関してはですね、あの混んでいることがまあその名称の構成要素の一つみたいになっている節もありますので、まあ、これがあの朝一番の4時とかに来たらスーッと空いていて、それはそれで見応えがあるんでしょうけれど、まあでもね、やっぱりこんだけ賑わって東京の人たちがみんなこうお花見と言いながらワイワイガヤガヤバカガカしいことやって大騒ぎしている、バカ騒ぎっていうのかな、そういうのね、それが春のこの時期の風物詩です。高校時代にはこんなもん見てきたことは一度もありませんでした。バカバカしいですよね、弘前城公園のね桜なんてもう今まで私は 2,3 回ぐらい見に行ったことがあるわけですけど、それに対して東京上野公園も飛鳥山の花も、まあ、一応見たことがないわけではないんですが、まともに見ようと思ったことなんかないし、飛鳥山の花見もね毎日回チラリと通ったぐらいで、地元にだってこういう素晴らしいものはいっぱいあるんですから、ぜひあの遠くにあるものだけじゃなくてね、身近なうちの近所だって旅だと思いますんでね、まあ、実際これはあの東京を観光するという発想はね、全国あの死ぬほど回りまくって、あの別にもうどこだって地元であるし、どこだって旅行であるし、大学に行くことさえ旅行観光であるみたいな、でそういう風なねあの感覚を手に入れてからあの思うようになったわけですけど、地元の観光するってあの大事なことだと思いますね。
これが忍ばずの池ですね。これもまた大変立派な、なんだっけな、もともと何かだったのもう忘れちゃいましたけど、忍ばずの池の思い出って言えばね、小さい時にあそこにこうハスの枯れたのがいっぱいあるわけですけれど、ハスの花が咲いて、実なのかな、なんかこう上にねこうつけると、それがこうスカスカになって、まあレンコンみたいな形で上の方にこう出てくるわけですが、それがね、蜂の巣にそっくりなんですね。でなんかこう蜂の巣がいっぱいあると思って、こう小さい時に思ったことは、この忍ばずの池というのは怖いところであると、そういうふうにこう感じましたね。今ではあまり怖いというふうな感想は、日常の生活で持つということはなくなりましたが、なんかちっちゃい時って大したことないようなものがこう怖いと思って、なんであれが怖いと思った、和式トイレ私ね怖いと思ってた記憶があるんですけど、それは怖いと思ってたしね、逆に今だったら怖いと思うだろうなと思うようなことはあまり思わない、不思議なもんでしたね。今だったら怖いと思うことってでも何かっていうと、そんなにないけどな、あれかな、待ち合わせの時間を間違えること、当時小さい時は特に怖いことであるとは思わなかったですね。もう今では大変なことですね。約束の日付を間違えることも小さい時はどうとも思ってなかったですが、ね、大人になって成長したんだなと自分でも思います。いい年をした人が滑り台に登って滑り降りてみたり、木に登ってみたりということをやっています。これはいわゆるバカ騒ぎに入るわけですが、しかし自分が小さい時であればそれはバカ騒ぎではなく、ただ誰でもどんな子供でもするような、私もね小さい時に小学校に友達たちと競って木に登るという遊びをしましたし、小さい時だったらあれはバカ騒ぎではなかったわけですよね。なんで大人になるとあれがバカになってしまうのかってよく考えれば不思議なことです。つまり大人はああいうことをしないからだと思いますが、しかし別に大人だってああいうことをやってそんなに問題があることではないはずです。よく考えたらそうなんです。別に大人だって公園のブランコで遊んでるし、大人だってね、サイズが合うんであれば滑り台で滑って楽しむことは問題ないと思うし、でもなんでそれでバカってことに捉えてしまうんでしょうね。ちょっと最初はね、あいつらバカだなと思って見てたんですが、なんか申し訳ないような気分になってきましたね。今日多分人たちは友達一同集ってですね、楽しくお花見をして夜遅くまで時間を忘れてこうテンション高く、今夜の8時10分を回ったところですけれど、楽しんでいるわけですよ。喜ばしいことじゃないですかね。誰に迷惑をかけるわけでもなく、人のいないところでやってるんです。ちょっと申し訳ないと気分を改めることにしました。忍ばずの池が、この後ろにあるわけですけど、忍ばずの池からね、この、あまりちょっとね、この品の良くないような道ですけれど、これを通り抜けるともうすぐ裏側上野の広小路です。これなかなかね立派で、通り抜けると全然雰囲気が違うんですよね。この道はとても楽しいですよ。今思えば大都会のど真ん中に私の学校はあったわけで、高校終わったらねこういうところに来て、友達とカラオケとかそういうのは何もやりませんでしたけど、そんなね派手なやつじゃなくて、大抵アメ横の裏に行って500円でカツ丼を食べるとか、それぐらいやるか、上の駅からもう高崎線に乗り込んで、客車列車を撮りに行くとか写真撮りに行く、そんな電車に乗ってばっかりでしたが、でもこういう大都会の高校生活を送れたっていうのはやっぱり楽しかったですね。あれはいい思い出だったな。ここが上野の山のその登り口みたいなところで、これを登り始めると一番上に西郷隆盛の銅像があります。奥が東北本線の上野駅、上野西洋軒は奥のオレンジ色に光っている建物です。もうお花見はこれ以上多分しないと思いますが、この辺りには金券ショップがありまして、まだ営業しているかどうか微妙ですが、もししているのであればちょっと寄っていろいろ遊びで買っていきたいものもあります。ファンメーターはどこももう閉まってますね。こういうんじゃないんだよな、私が欲しいのは。スカイライナーをここで買うとね、2470円が390円も安くなるんです。おすすめですよ。株主優待券も安い方かな。おジャンボジェットの写真使ってるね。もうなくなったやつらしいです。私は見たことがない。いや、あるかもしれないけど記憶にありません。これなんですかね。これは新米橋運輸区の車両公開ですね。じゃあね、東京駅なんですけど、東京駅なんで、今行ってたから分かるんですけど、青春18切符ありますんでね。私大学行くのに定期とか特に使ってないんですよ。どこから大学行くか分かんないから、だから明日の朝になると定期代かかってもったいないんで、今のうちに大学まで行ってしまうと思います。でもその代わりに今のうちに行くったって大学に家があるわけじゃないんだから、大学にホテルがあるんで結局そっちに泊まるんで、家帰った方が安いわけなんですけど、そんなのはいいっていうか、別にそんなのはいいというわけにもいかないな。
もね、もう朝の早い時間に大学行くのは悪いんだけど、それだけはね、もうめんどくさいわけですね。あの混んでてもこう猛烈にグリーン車でももうなんかぎゅうぎゅうになってる、あの雰囲気が嫌だ。これは多分すごい贅沢なことを言ってるんだと思いますけど、もう通勤ラッシュとは一切関わりのない生活を送りたいと思っているので、今日中にも大学の最寄り駅である横浜駅まで行きます。明日の朝は地下鉄に乗って大学までとことこ歩いて行って、悠々と新学期初日を迎えるというわけです。でもね、問題なのがね、私ね、大学の時間割表はね、もらったんですけど、どの授業をいつ受けるかって自分で決めるわけですよ。時間割表はね、どっか行っちゃったんで、どっか行っちゃって、まあ、家に置いてきちゃったんですね。これどうしようかなと思います。東京出て横浜まで行く電車はまだいないみたいだな。向こうに止まってるのは品川駅ですからね、まだしばらく時間はありそうです。やっぱ空いてるんでね、せめてものこう懺悔じゃない、罪滅ぼしですけど、大学じゃない、横浜までは普通車行くことにします。まあ、あとあれですね、ちょっと働こうかな、今日は横浜のホテルに泊まるという贅沢をするの、それぐらいのお金は、まあ、休暇ですけど働いて作っておくことにします。そしたら問題ないでしょ。こちら大船に行って、最高始発だよ、東京始発のアクティ、本当こんなのまだあるな、上の東京ラインですからね。これは本当にグリーン車なんかいらないわ。立っていくのは嫌だけど、今日は日曜だから立たずに済むかなと思ったら、もうこの通りガラガラですよね。こんな、なんだこれ、懐かしいな、東京市販。横浜に着きました。ちょっとね、充電が少なくなってて手ブレ補正が全く効かなくなりましたけど、これね、これ昔のコンビニ入ると鳴ってた音ですけど、最近こういうのやらなくなりました、ね。なんかこう懐かしいなと思いますが、なんで鳴ってるのか分かんないですけど、ずっとここで鳴ってるんです。こんな鳴るようになってたかな。なんだこれ、大阪駅のちっちゃいのみたいなのありますね。毎度毎度横浜駅の東横インみたいなとこばっかね行ってるわけですけど、まあ、よく考えれば横浜駅の東横インってのは遠くてあまりこうアクセスにはよろしくないわけですね。当日に買ったりとか、今日は日曜日なんで東横インの会員は2割引きになれる特典を持ってるわけですけど、でもちょっとなと思って、今回はね、毎日と泊まった実績のある京急エクセルなんとかホテルに泊まることにしました。なんか安かったですよ、今日は。で、これなんですけど、横浜駅の東口なんですが、これね、気づかなかったんですけど、横浜駅のね、これなんですけど、これなんか古い、これ古いですね。 JR とここに貼ってあります。これは前はつまりここに国鉄と書いてあったわけですよね。もうその後はちょっと伺い知ることができませんが、で、これがね、ホテルなんですけど、なんか前にも泊まったことあるんですが、角部屋だったもんだからか、前より広いような気がします。で、300円増しの部屋が禁煙だったんで、必然と喉が痛くなる可能性があったんで、一応禁煙にしといたんですが、なんかちょっといいマットが敷いてあって、それでマットですっていうの300円増しだし、エアウィーヴとか言いました。効果のほどは知りません。武蔵野で横須賀線が通りますけど、これあれかな、押しボタンを押して、じゃあ片手ではできないタイプだな。ですね、ここに置くじゃないですか。で、押しボタンを押して、あ、違う、これだ、この横にあるどうすんだな、あ、これしか開かないのか。寝台特急がこれを走るのを映したかったんですけどね。いや、まあそれは別に映せるんだな。あとまだ1時間ぐらいあります。そうですね、サンライズが来るのはまあ10時24分とかですから、まあ待ってたら通過するかな。それを映したらこの動画終わりにしましょう。あまり絵的には良くなかったけど、とりあえず撮りました。もうちょっとあれだな、向こうの方の部屋になると良かったですかね。したらこう横浜の街でバーッと入る光景が撮れたんですけど、一番左だったからな。まあいいです、どうもありがとうございました。